特に何をするでもねえんだがちょっと回してみた。寝起きのホーマー、とりあえず雨は降ってない。頭はぼーっとします。
ますな。スターリングハイ、あ、ここはね、ホーマー、アラスカキーナイ半島の一番南の町の、岬になるんだな、ここは。そこを特になんというか、うん、目的もなくなんだけど、やっぱり一番南にはちょっとした公園というかビーチみたいなのがあるようだし、あとなんだろう、釣り堀みたいなのもあるような話だぞ。わからんけど、うん、なんかそんな話もあったりなかったりで、うん、なかなか独特な風景ですな。
ぜひ寄りたい、寄ってで、がっつりのお金があればハリバットフィッシングもやってみたいところなんですが、それはそれはまあお金持ちの皆様がいっぱいやってる動画ありますので、それはお任せです。おお、でもこんなに儲かってるじゃない、盛り上がってるんだね、ホーマーって。あとなんて言ったかな、アラスカのシャングリラとかなんとかっていう異名で、ここだけなんか晴れるらしいよ、よく。確かな情報もあり、うん。で、ここホーマーの港っすね。お、ランドエンド。イエーだけしてこよう。ランドエンズ&シービギンズ、島の終わり海の始まりって感じ。カヤックなんかでここら辺から冒険を始めちゃう人がいるんだね。こっからの景色で見える山の名前たち、なんかもう全然ようわからんですが、ここがフォーマースピットラグーンからの景色。ああ、すっげえ、この人さっきからボコスカ釣ってる、めちゃくちゃ釣ってますこの人。I guess they're good. They're a little small.
あー、やうわー、キューペイ、やー、あー、catch a bigger one. Such a bigger one more? Nice work! Thank you! Name Brian. Okay. One cast, one fish. Ah. Reed. Awesome. また釣れてるよ。ほら。どこだ、どこだ、いた。おー、バイアン、すげー、アウサムワーク。朝のゴーマー散歩高田純次さんとかがやってるやつみたいな感じで、朝のゴーマー散歩。あ、これね、ちょっとね、スーパー気持ちいいっすね。うん、波打ち際をウォーキンウォーキンな感じっすよ。いいじゃないっすか、いいじゃないっすか。満潮満潮でこんなに下がるんだね。まあ今マックス干潮じゃないかもしれないけど、だから本当に大丈夫かよ、こんなところにこんなホテルを建ててっていうのがアラスカの建築事情ですね。いやー、もうなんて言うんだろう、さすがアラスカのシャングリラって感じだね。うん、気温も穏やかで、なんていうんだろう、空気の気持ちよさが初夏って感じ。暑すぎず寒すぎず、うん、気持ちいいですな。こっからフェリーに乗ってね、あの対岸のスリーポイントにも行ける、あ、アザラシらしいですね。うん、みんなエンジョイしてます。うん、さあブライアン、またしてもワンキャストワンフィッシュで釣っております。え、ブライアン、もはや浜辺のスターですね。ボコスカ釣っております。うん。うん、ひとまずホーマーまで来てみた。なんというか感想としてはさすが、キー内のアラスカのシャングリラと言われるだけあって、なんというか、とても気持ちのいい場所だったっていう印象。本当に温暖な気候で、なんかこうキー内半島の今までの9月に入ってからの雨のイメージとは全然違う、なんというか本当に気持ちのいい港町っていう感じですね。ヨットなんかも浮いてたりして、もうなんかポワーンとしますぜこの場所は。